こんにちは、塩の山の三枝クララです。今日もよろしくお願いします。今日は2020年2月20日、今朝も啓示を受けましたので、このことを皆様にお伝えさせていただきます。今朝イエス・キリストは獅子、ライオンですね、日本でいう獅子の姿で現れ、その瞳は怒りの炎で真っ赤に燃えていました。この姿は私は初めて見ました。神の悪人への容赦ない裁きが始まります。今回の新型コロナウイルスによって、かつて隠れクリスチャンたちを苦しめた踏み絵のまるで逆バージョンのように、神への冒涜を隠し持っている人の心があらわにされつつあります。今朝見たイエス・キリスト、本当に目が真っ赤に燃えていました。今朝この啓示を見た時、私が真っ先に浮かんだのは、今の腐り切った日本の政府の官僚や、そしてかつて預言者の私が受ける啓示を鼻で笑ってきた人たちの顔です。あの人たち大丈夫だろうか、今も耳を貸さないのでしょうか。今日本は国会から皇室に至るまで、偽物が地位や名誉を得て、人々がわからないように静かに支配してきましたが、そして日本人ではない彼らを日本に送り込み、それらを操り人形のように陰で操ってきたフリーメイソンや、フリーメイソンの前身であるテンプル騎士団、この人たちはイエス・キリストを卓刑に追い込んだ人たちの子孫なのですが、この人たちに天罰が降りる時が近づいています。今日はちょっと怖いお話になってしまいましたが、今天と地がひっくり返る、私たち神の子が救われる報われる時代になるための通過点です。今は皆新型コロナウイルスの方ばかり目が向いていますが、今全人類の前には、目には見えない分厚いコンクリートの壁のような塀があります。この神の国へと通じる霊的な透明な塀を通り抜けられる人はほんの一握りです。エゴの強い人、愛のない人、神への信仰のない人、変な信仰はダメですけどね、悪魔崇拝とかはダメですけど、このような人たちはこの塀を通過することはできません。でもこの塀のせいで未来が見えなく思える時があるかもしれませんが、今までのあなたの辛い思いが報われる時が必ず来ますから、今は静かにその時のために備えてください。今日は獅子の姿をしたイエス・キリストの目が真っ赤な炎で燃えているのを見たという啓示をお伝えさせていただきました。じゃあまたね、夜ゆっくり休んでね、バイバイ。